アーサー・コピット、ないし、アーサー・コーピットとして知られるアーサー・リー・コピットは、アメリカ合衆国の劇作家。コピットは、ニューヨーク州ナッソー郡、ローレンスのローレンス高等学校に学んだ。さらにコピットは、ハーバード大学に進んだ。彼の初期の劇作品9本は、彼がまだハーバード大学の学生だった頃に、上演された。1962年には、 あとのドラマデスクアワードの前身にあたるバーノンライスアワードを、戯曲、ああ父さん、かわいそうな父さん、母さんがあんたを洋服ダンスにぶら下げちゃったから、僕すごく悲しいんだによって獲得し、さらに1979年には、ウィングスでドラマデスクアワードにノミネートされた。ピューリッツァー賞では戯曲部門の最終選考に2度残り、トニー賞では通算3回。 1970年のインディアンズと1979年のウィングスが演劇作品賞に、1982年のナインがミュージカル脚本賞に、それぞれノミネートされた。ナインは1973年に初演され、1982年にブロードウェイでも上演され、トニー賞のミュージカル作品賞などを受賞した作品で、あるが2003年に、 アントニオ・バンデラスが主人公・グイドを演じて、ブロードウェイに復活し、さらにロブ・マーシャル監督の2009年の映画、ナインが、コピットの脚本に基づいて制作され、ダニエル・デイ・ルイス、ジュディ・デンチ、ニコール・キットマン、マリオン・コティ・アール、ペネロペクルス、ソフィア・ローレン、ケイト・ハドソン、ファーギーラが主要な役を演じた。後にコピットは、ウェズリアン大学、イエール大学、 ニューヨーク市立大学シティカレッジで教団に立った。2005年には自身に関連する文書類をニューヨーク大学のフェイルズ図書館に寄贈した。ありがとうございます。